こんにちは。今日は日本語で話したいと思います。最近はじゃあ何してるのかと言いますと、最近はですね、ドイツ語をちょっと勉強しています。何のためにドイツ語を勉強しているのかと言いますと、フィナポンという、女の子ですけども、ドイツの女の子ですけども、ビデオを作ってビデオレスポンスを、ビデオレスポンスを、なんだっけ、ビデオレスポンスを頼んでるかな、ビデオスペースが欲しいですね、かな、彼女に、なんかドイツ語の R の発音、ドイツ語の R の発音なんか違うみたいですね。フランス語の R も違うし、英語と英語の R も違うし、日本語の R も違うし、ドイツ語なんか独特の発音だそうです。私もよくわからないですけど、よくできないので、ね、そういうなんかその発音みたいですけどもね。そうですね。まあ、なんで何のためにドイツ語を勉強しているのかという、それ自分もよくわからない。そんなに流暢になるつもりはないんですね。ちょこっとだけなんか好奇心として。好奇心だけで今勉強しています。そして、どうやって勉強しているのかと言いますと、もう直接の雑誌、有名ドイツの有名な雑誌ですね。そのホームページから記事を取って、それ今読んでますね。辞書を引きながら読んでますね。辞書といってはもちろんインターネットの辞書に、ね、オンライン辞書を使っています。結構いけるみたいですね。なんかドイツ語と英語の、語順がよく似てますからね。直訳すれば大体なんとなく、翻訳できそうですね。あとはなんかドイツ語の文法ですけども、ドイツ語の文法は、まあ、英語よりもなんかちょっと複雑になってますね。なんかポルトガル語とフランス語と似ているみたいです。まあ、私はポルトガル語が母国語ですからね。そういう母国語、ポルトガル語に似ていますからね。それを私にとってはよくわからない。多分、いけるんじゃないかなと思いますけど、それ、その動詞の活用とか、それ全部多分暗記しなきゃならんみたいですね。しかしそれはポルトガル語と一緒ですからね。しかも、それをローマ字で書きますから、ローマ字は日本語と比べたら、日本語はまあ漢字ですね。漢字を覚えるのはもう大変な負担になってますからね。ドイツ語の場合はそれを覚える必要はないです、ね、もうローマ字そのままだからし、書き方がシンプルになってます。あとは読み方もシンプルになってますね。英語よりもドイツ語の方がなんかシンプルになってます。それ書いてる通りに読めばいいみたいですね。ポルトガル語と一緒ですね。英語の場合は読み方がいつもなんか決まってない、いつもわからないんですね。辞書見ないとわからない、それ英語の場合はですね、言葉の発音、書き方が分かっても読み方がわからない、そういう場合が多いですね、英語の場合。しかしドイツ語の場合は反対で、書いてる通りに読めばいい、そういう仕組みになってるみたいですね。だから発音としてはなんか読み方を覚える必要はない、書き方だけさえ分かればその通りに読めばいいし、あとはまあ文法的ですけどもね、動詞の活用とか、あとは名詞形容詞も活用する、動詞と同じようにね、これはもう活用する、名詞、なんか男性名詞、女性名詞、中立名詞、いろんなケースがあるみたいですけど、ちょっと複雑になってますけど、私は詳しくはまだ知らないですね。しかし、それに難しくはないみたいですね。ドイツ語は結構なんか簡単な言語になっています。あとは CH の発音。これがですね、私は死と発音してますけども、それは死でないみたいですね。例えば、私という言葉は、
医師、医師、医師でない医師、私は医師と呼んで、そう発音してますけども、医師でない、なんか、そこが CH の発音が、ちょっと難しいので、ね、私もちょっと、練習しなきゃならないみたいに、わからないですね。できる、そういう発音ができるかどうか、わからないので、ね。さて、それ、その後は、何が、最近あまりないけどね、YouTuber ですね、面白くない最近さ面白くないという感じがします、昔はどうだったのかわからないですけども、よく多くの人がなんか昔 YouTube がもっと面白かったみたいですね。最近はなんか会社とか政府の機関が YouTube に入ってるからね。またその多くのユーザーがテレビ番組を録画してそのまま YouTube に投稿しています、しかしテレビ自体は私はテレビ自体は面白くないからね、もともとからテレビは退屈だと思ってますので、それ YouTube にテレビ番組がいっぱい入ったらもうそれあんまり見たくないんでね。それ昔かどうかわからないですけども、それ個人 YouTube 自体は私はそれよりこのように考えてますけども、ネットワーク、人とのネットワークですね、個人が入らないと面白くないんですね。例えば私自身も何のために YouTube を見ているのか、それ人、まあ YouTube は一種の出会い系サイトみたいまあ怪しく感じますけども、しかし、その通り、私はそのように感じています、YouTube が出会い系サイトで、YouTube に入る人は、その別の人、他の人たち、同じ趣味、仲間を、探していますね。しかし、だんだんみんな会社が入ったり、テレビが入ったり、政府権が入ったりする、個人のチャンネルがなくなって、なんかなくなってしまう。それで自分が YouTube のチャンネルを作っても、その仲間が見つからない、仲間が見つからないとしたら、それ何のためにチャンネルを作っているのか、そういうことになってしまいますね。それで YouTube から出ている人が多いですね。YouTube 作ってもなかなか仲間が見つからない、友達が見つからない人、それが見つからないと意味がないんですね。一生懸命それビート作ってそれを投稿したとしても友達が見つからないと意味がないからね。それでやめている人が多いですね。そして、なんか今は、まあ、今でないですけどもずっとちょっと前からですね、 YouTube はパートナープログラムを作ったんですけども、そのパートナープログラマー結局は YouTube 全体にはそれいいかどうかよくわからないので、なぜかというとパートナーになる人は、いろいろ制限されてしまう、自由がなくなってしまう、本当に刺激のある想像のあるビデオが作れなくなってしまいます。なぜかというと、そのパートナーはスポンサーがついている、スポンサーが金を払って、パートナーに金を払っていますからね。そうすればそのパートナーになんか失礼のないようなビデオを作らなきゃならない、なんかそういった批判的刺激的なビデオは作っちゃいけない、そういう約束になっている感じです。だからパートナーのチャンネルはみんな退屈で、もうダメだ、見れないんだね。パートナーになってる人はみんなもうチャンネルがダメになってるんだ。それが YouTube 全体もダメになってるんじゃないかなと、まあ私は思ってますけど、はい、じゃあ以上です。